じゃあ採血に、入りましょうか。はい。あ、そうですか。おお。ああ、懐かしいや。懐かしいや。はい、この入った、はい、右手こちらがですね、うん、医師の問診室。あ、そうですね。はい。問診室1と問診室2があって。あ、なるほど。2つ部屋があります。2つ部屋がありますね。はい。問診室を出ると事前採血のエリアがありまして、あ、こちらですね。ここで、まあ、少量の血液を取って、はい、事前に検査ですね。そうですね。ヘモグロビンだとか、はい、はい、血液の濃さだとかを調べて、うん、なるほど。OK であれば、本採血。そうですね。ベッドは1、2、3、4、10ベッドですね。あ、10ベッドですか。はい。うん、まあ、ベッド数はそんなにね、大きく、はい、あの、多くはないですわね、10ベッドはね。はい。うん。なるほどね。いやー、懐かしいな。献血ルームは。本当に。あー、これトリマですね。あ、よくご存知ですね。ええー。はい、もう散々の献血やったんで。で、こちらが、ほら。CCS。そう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 、CCS。私は CCS の方が好みなんですね。っていうのは、ぎゅーっと縛るでしょ。絞ってきますね。はい、あの締め付けがね。はい、で、献血やってるなっていうのはわかるんで、で、戻すときにはふわーっと軽くなるんでしょ。はいはい、だから、ああ、これ戻ってんなっていうのはわかるんですけど、はい、これトリマってあまりわかんないんですね、これね。そうですね。これね。同時に、献血と、採血と、そう、行くっていうのが、これトリマ Q ってこれな、あのなんか新型っていうの聞きましたね。はい、このトリマ Q っていうのはなんかね、なんだっけな、クイックっていうのは速いっていうんですかね。あ、その Q がかもしれない。そう、あの3つの Q っていうのを教えてもらったんですよ。うん、クイックが速いと、あと静かはなんて言ったのかな、英語で。クワイエット。そう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 、クワイエット、クワイエット。あともう一つ何かあったんだな。ちょっと忘れましたけどね。うん、教えてもらったの。これ、Q っていうのは。トリマ Q。Q 型は、AQ っていう文字が入らないんですよね。これは全部Q って、トリマ Q ですかね。そうですね。はい。そうすると全部新型っていうことですよね。トリマ Q が入ってれば、うん、あ、みんな Q が入ってるね。あ、新型ですわね、いわゆるね。いや、これは懐かしいや。これはテレビですか、これは。そうですね。これはタブレットが実はいくつかついてるんですが、うん、これは先ほど見ていただいた呼び出しシステムのタブレットになりますね。これがね。はい、こちらに向いてるのは、あの看護師が操作する。ああ、そうですか。ここはベッド H ですので、ベッド H で、10番と押すとですね、向こうでアナウンスが10番の方中へお入りくださいというアナウンスが流れて、こちらに案内されるという。で、こちらドナータンが見られる、献血者の方が見られるのがこちらのタブレットで、こちらのタブレット、はい、タブレットだね。これで薄っぺらいんですけど、ね、テレビも見られますし、はい、それからインターネットもできますし、まあ、YouTube だとかの動画も見られる。ああ、なるほど。はい、はあ、進化してますね。そうですね。うん、はい、なるほどね。今までだと、デッキだとか、そういうものがついてきたんですけど、それはなくて、シンプルに、なるほどね、iPad のみになってますね。ははははは。いやー、3年ぶりに献血ルームに入りましたね。結構今の、うん、iPad を導入しているところは少ないかもしれないですけど、徐々にこう広がってるみたいですね。ははは、導入しているところが多くなってるみたいですね。なるほどね。はい、うん、
3年ぶりの献血ルームだな、だけどな懐かしいや。今時刻はこれです、18時40分ですかね、でも名古屋はあれでしょう、一番研究者が多いのはやっぱりタワーズ20ですかね。そうですね。そうですよね。ベッド数も多いし、うん、はい、広いしね。広いし、一番採血数が多いのがタワーズ20ですね。何年か前にあの有楽町献血ルームとね、はい、1、2をその争ってるっていうのはあの聞いたことあるんですよね。はいはい、タワーズ20に、訪ねた時に、はい、あの担当の方とね、はい、結構長話をして。あ、そうですか。はい、今日はどうかなとか言ってね、はい、うん、結構いい線まで行ったみたいですけど、うん、やっぱりやられたからだとかどうのこうの言ってそうですか。なんかリアルタイムで分かるみたいですね、そういうのはね。そうですね、血液情報システム、全国もつながってますので、コードさえ的確に入れればどこのルームが何本だっていうのは。ああ、そうですか、はい、それはもうだいぶ、そうね、5、6年前の出来事かな、はい、でも今でもやっぱりあれかな、ナンバーワンなのかな、有楽町は。そうですね、うん、でタワーズ名古屋は結構多いんですよね、献血ルームね。そうですね、名古屋市内だけでも、5つは献血ルームがありますので。ああ、はあ、はあ、で免疫地区として今のタワーズ20、はい、それから隣にゲートタワー26なんてあるんで、はい、そこも18ベッドでちょっと大きめの献血ルームですけど、うん、とここの、成田家献血ルーム、はい、フォレストを入れると3つですね、うんうん、でもう一つ名古屋市内でいうと、はい、栄大須エリアなんて言いまして、はい、栄献血ルームが18ベッドで、まあ、ちょっと大きめでありまして、はい、そこの近くに大須献血ルーム、そこは5ベッドでちょっと小さめの献血ルームですけど、はい、そこは栄大須エリアとして、はい、でまあ、名古屋市内で合計5つの献血ルームですね。 そうですよね。その他にもあるかな。他にも愛知県内でいうと、豊橋ですとか、トヨタ、岡崎、そんなところがありますね。それは三河の方ですけどね。そうですよね、結構あるんでね、はい、あの、はい、愛知県はね、はい、そうですか、うん、こんな感じの献血ルームですね、はい、そう、献血を終わって慣れられる方はこちらの矢印に。ああ、なるほど、そういう動線なんですね。そうです。あ、こちらのね、こちらから帰ると、はははははは、なるほど、こちらからこう帰ると、はい、よいしょ、こちらからこう帰るわけですね。はい、なるほどね。イオンモールはこれは何時までやってるんですかね。これはイオンモールは夜、9時まで。あ、21時まで、はい、エリアによって違うんですけど、はい、あ、そうですか、21時までね。なるほどね。さて、こんな感じの献血ルームで、他に何か、はい、アピールしたいとか何かありました。デジタルサイネージはそうなんですけど、うん、先ほど申し上げた通りですが、はい、その下にもタブレットが5つ並んでると思います、はい、これもまあうちの特徴ではありまして、これは採血ベッドのにもあったタブレットと同じものがありまして、あ、そうですか、テレビも見られるし、ええ、インターネットもできますし、 あと YouTube とかの動画も見られるという。これがさっき、はい、あったところですね。ベッドと、ベッドに、あったのはこれですね。あのと同じです。まあ、縦に置いたり横に置いたり、ああ、なるほどね。自由にできますが。あ、はい、テレビも YouTube も見れるっていうのはいいですね。昔は大型のテレビを置いてですね、みんなそれを見るっていうのが昔の時代だったかもしれないですけど、今はですね、それぞれ個人がですね、見たいテレビを見る。
野球を見たい人は見るし、はい、ドラマが見たい人は見るし、はい、あのそういう個人個人のニーズがあるんですから、こうして個人のスペースそうですよね。行くっていう、そんな感じですね。あ、そうか、休み時間でも見れるわけですね、個人でね。まあ、そうですね。休み時間でもね。休憩時間でも、はい、休憩時間。ああ、なるほどね。うん。休憩時間でもこれ YouTube とかテレビを個人的に見れるっていうのは、今までの献血ルームじゃあまりなかった。そうですね、待合室にこうしたものを置くっていうのは、あの愛知では、そうですね、あんまりないかったかと思います。全国でも探してもないかもしれないですね。うん、待合室っていうのは大体大きなテレビがあってね、そうそれを皆さんが見るっていうん で、 そうです、ね、こういう個人的にこう見れるっていうのはね、はい、まあ5台とはいえね、はい、結構5台はちょうどいいぐらいな感じですね。そうですよね、うん、回る時もありますし、あはは、案外ですね、ええ、子供たちが、ええ、使うこともありますね。あ、そうですか。子供連れの方々が見て、ええ、お父さんは献血してくるから、ええ、ちょっと YouTube 見ててみたいな感じで、あ、子供がここで、待つのにも、案外子供もね、うん、あのタップしたりとか、あ、結構それはあの将来の予備軍ですよ。あの献血者の、はい、あ、そうですね、やっぱり予備軍がない、育たないとダメなんですよね。あ、そうですね、それはあると思います。 ある意味世代交代、はい、お父さんが献血やったからじゃあ私もしようとかね、はい、その世代交代が大事ですよね。はい、それは大きいですね。それはいいことだね、はい、なるほどね、はい、まあ、あまりなんか予備軍が育ってないって言われるんですよ、やっぱり。そうですね、献血者のね、はい、うん、やっぱり世代交代、世代交代はね、しっかりしていかないと。そうそう、はい、じゃあもうこの辺でいいですかね。そうですね、じゃあこの辺で止めますかね、はい、じゃあ今日はどうも、ね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、私これからあの豊橋に帰って一泊しますんで。あ、そうですか。豊橋で一泊します。で明日はあの何でしたっけ、飯田線で、はい、あの秘境駅を訪ねるのが好きなんで、はい、あの秘境駅って言ってあの、無人の寂れた駅、はい、飯田線ずっと上がっていくとそういう駅がたくさんありますね。そうそう、 いっぱいあるんで、はい、明日はまだ訪ねてないあの秘境駅を、はい、明日あの訪ねます。あ、そうですか。はい、はい、じゃあこの辺で止めます。じゃあ今日はどうも、はい、ありがとうございました。はい、どうも。